ファンサンタマリーア国際空港はコスタリカ共和国の首都のサンホセにある国際空港。なお、この空港の名前は国民戦争の際にウォーカー軍と戦い戦死したコスタリカの国民的英雄ファンサンタマリーアの名前から取られている。コスタリカ国内にある4つの国際空港の中で最も大きい。首都サンホセ中心部から 18km のアラフエラ県内にある。 エルサルバドル国際空港をハブとするトサ航空のもう一つのハブ空港となっているほか、北米、中南米、ヨーロッパなど多方面の路線を有する。1923年に開港し、それまではサンホセ郊外のラッサバナに空港があった。年間約300万人の旅客利用があり、最近は新たに乗り入れを希望する航空会社が急激に増えている。この空港で、 着陸可能な機種は、エアバス A300、A340 とボーイング767、747及びコンコルドである。ファンサンタマリーア国際空港ターミナルファン、サンタマリーア国際空港ターミナル内部、旅客便貨物便現在、建設中ブリティッシュエアウェイズが現在、ロンドン・コスタリカ間を、マイアミまたは、ヒューストン経由で、直通便を再開する計画をしている。 同じ英国のファーストチョイス航空は、ロンドン・リベリア間、及び他の都市との直通便乗り入れを計画している。その他ルフトハンザドイツ航空のフランクフルト、ミュンヘンからの便や、アリタリア航空のローマやミラノからの便の乗り入れも、計画されている。また、リベリア航空は、現行のマドリッド・コスタリカ間、週4便を、週7便に増便することを計画している。ありがとうございます。